V ジャンプチャンネルをご覧の皆様、今回はなんと、はい、カリスマトーナメント、はい、まさかの3位決定戦、赤馬さんと小泉孝介さん、あの3位決定戦ということですね、はい、我々は絶対に優勝すると思ってました。まあ、正直あの、はい、本命は赤馬さんか相川さんかトスノス3人のうちだったんですけど、はい、まあ、相川さんと僕がトスノスケが1回戦目当たって僕勝ってるんですよね。あ、じゃあもう俺今日優勝じゃねえのかなと思ったんですけど、熱々のデュエルこなしてきたもんね、やったんですけど、はい、なんかいろいろあって負けちゃいました。3位決定戦どうして、まあ、私もまさかのプリングミスだ。そうですね、はい、しょうがない。まあ3位決定戦ね、頑張ってやりましょう。 OK、はいはい、お願いします。よしよし、最初はグッジョッケー、はい、はい、よしよし。そしてこれに勝った方がランサーズ、ランサーズのことね、はい、V シャンランサーズ。先行はどっちです？先行で、はい、お願いします。じゃあ1、2、3、5枚、はい、はい、じゃあはい、私の先行だ。はい、お願いします。どこだったジョーカー。はい、しょうがない。はぁ、強い。じゃあ、おとりあえずカードね、おとりあえずエンデルモンスドラゴンね。はい、いいよいいよ。あ、どうしようかな。いいよいいよ、はい、いいよいいよ。そして手札1枚捨てて、はい、ペンデラムコール発動。なんとこのカードは、何でしたっけ、ペンデラム効果を発動したターンは使えない。手札1枚捨ててカード名で異なる魔術モンスター2体をデッキから手札に加える。このターンは、自分のペンデラムゾーンの魔術師カードは破壊されない。このターン、はい、まあ、ペンデラム効果も使えないんでね。次の相手ターンのエンドフェーズ、ターン終了時までって書いてますね。あ、次のターン終了時まで、はい、相手のターン終了時までね、はい、軽眼とこちらもね、ペンデラムスケールを間違いないように、ペンデラムスケール8のモンスターを、はい、受けました。はい、私はターンエンドです。ターンエンド、はい、はい、道場は1体立ってるか。はい、じゃあ俺のターン、ドロー。感想者の深いところは、この会社の1チャンで9000とかね、すっ飛ばす可能性がある。どうかにゃー、どうかにゃどうかにゃ、どうかにゃ、猫かな。コーヒーボール、おお、はい、これも発動時の効果処理で、儀式カオス儀式か、ガイアモンスターですね。はい、駆け抜けるよ、駆け抜けるよ。カオスフィールドを駆け抜けますよ。どうなってまうんや。はい、おお、あ、これ手札にね、はい、リリーサーが出てくるね、ちょっとどうしようもないなんですけどね、はい、さてさて、どうなることやら。どうなの、本当に怖いんですけど。おお、よかった、ターンエドン。よし、エドン、ターンどうしよう。私のドローだ、はい、うん、私は作業を手札に加えた。はい、いろいろなモンスターを使うぞ。いろいろなモンスターどうしようかな。ペンデュラム、ペンデュラム、流血の魔術師を、はい、発動。大丈夫です。そして軽眼の魔術師を発動。はい、なんとこのカードを、うん、ビャーン破壊すると、うん、くそ、カスフィールド78、いやいやいや、隙間ない、7がないな、まず7が入ってない、隙間ぴったりです。じゃあこれだな、流血流脈の魔術師、はい、で今18ですか。18ですね、18ですね、はい、はい、ペンショーかな、これはペンショー、ペンショーかな、ペンショーあんまりないんだよな、まだな。ペンデム召喚、はい、あ、間違った、間違っちゃった。お題、はい、そして警官、はい、バトルフェーズ、はい、お題数ペンデムでアタック、バキン、うわー、なんか落ち落ちた。1500から、1500、はい、収量も高いんじゃない、2000だね。そうだね、実はそうよかったね、こっちから来ねえかな。そうだね、1800、はい、うわー、あ、これ落ちたから、これなるほど、ね、これは次のターンに備えて何か出しておきたいところだけど、リリーサー出てきちゃうと困っちゃうね。いやー、レベル4ででも防げるものさ、あんまりないからな、しょうがない、これはターンエンドかな。ターンエンド、ターンエンド、はい、はい、じゃあドローします。ドロー、やはー、手札5枚ある、やはー、厳しいね。お、ギッシュができないか、まだ。どうなる？と思います？悩んでるよりね。こ
これは召喚時のみですよね。はい、そうです。いろいろ召喚じゃないですね。いや、次だな。お、ガイアを指さしてなるほど、2300になる、多い場合、この相手がフィールドの技を上、リリースなしで召喚、はい、これは攻撃力下がるんですね。あ、そうなんだ、はい、これは2300になる。じゃあバトルフェーズで土壌アタック500だ、ね、で、ターンエンド。よし、土壌ターンだ。ドロー。なるほど、これはもうおっ、タイフュージョン。はい、私はこの2枚のモンスターをリリー、あ、横添えにして、はいはい、オータイズボルテックスドラゴン。いやこのカードは特殊召喚者に相手の攻撃標準のモンスターを手札に置きます。はい、そして融合素材もなんとエクストラデッキにいるんだな。ということは、うん、ペンデラム召喚。おぉ、これはもう飛ぶんじゃないの。あと俺4700です。え、じゃあ、いや、クリボールがいるかもしれない。いやいやいや、バトルフェイズ1回止めても、バトルフェイズ、バトルフェイズね、バトルフェイズかな。いいっすか。はい、じゃあ端から、2500から。はい、2500。はい、じゃあもう2500で。おい、何、うわ、そう、刻んでこない、刻んでこない、2500で。ありがとうございました。やったー、勝ったというわけで、カリスマトーナメント3位決定戦は、はい、マスター赤間の勝利というわけで、はい、赤間さんが、はい、ビジョンランサーズとして、やったー、どっかに行くと頑張ります。なんとか次元に行くと、そう、ペンデラムスケール、頑張る、間違いないように頑張ります。頑張ってください。はい、